身長163センチ内藤です。よろしくお願いします。今日も始めました月一セントラル TV、 よろしくお願いします。いや名古屋からですね、好評をいただいてますね。いろんな方にね、いろんな人に見ていただいて嬉しいですけれども、さあ今日の月一セントラル TV なんですが、いつもと趣向を変えまして、いつもこういろんなモデルさんだったりタレントさんだったりとかね、いろんな彼女たちが登場してくれますけれども、今日はショーモデルのお二人をお招きしております。また雰囲気がガラッと変わるのかな。それではご紹介していきましょう。セントラルジャパン、まず登場はヒカリさんです。どうぞ。今日のテーマはジャパニーズドードードードジャパドー。水墨画のシフォンワンピースもご注目ください。174センチの長身を生かしたウォーキングにもご注目。そして今日足元はワンポイントロックテイストです。174センチヒカリさんでした。ありがとうございます。さあそしてもう一方、ユカ。ユカさんも身長175センチ。この長身を生かしたこのウォーキングにも好評。今日のワンポイントはモモンガ、高奪還、そしてアクセも今日のワンポイントでもあります。175センチ、僕の身長の 1.5 倍。スリーサイズは僕が逆に 1.5 倍。倍の倍の倍。さあということでよろしくお願いします。さあ今日はですね、ショーモデルのお二人をお招きしましたけれども、やはり二人ともかっこいいな。ありがとうございます。ありがとうございます。それではですね、改めてこの座った状態も素敵だと思うんですけれども、ぜひご覧いただいている方はですね、立ったらどんな雰囲気なのか改めてもう見たいと思うんですよね。二人ともちょっと前の方に進んでいただいてね。はいこう歩いてる瞬間がまた一つかっこいいですもんね。この二人のね、この間から僕がちらっと見えてるはずなんですよ。どんな風に見えてるのかね、これね、気になるところですけれども。いやーこれがね、僕がこう前を普通に通ったとしましょう。全然見えちゃうね。全然見えちゃう。全然見えちゃうわけですね。でもこれね、どうぞもう一回戻ってきます。大丈夫ですか？いや2人ともこれだけ大きかったりとかすると、やはりこう街を歩いてる時でもね、いろんな人にこう注目とかされるんじゃないですか。やっぱりそうですね、まあ、壁的な存在。壁そんなんじゃない。そんなんじゃないですよ。そんなんじゃないですけれども、ひかりさん174センチ、はい、そしてゆかさん175センチ、はい、ね、ショーモデルというお仕事の中でも僕らがわからない部分ってたくさんあると思うんですけども、はい、今ご覧いただいている皆さんもね、例えばそのショーモデルの中で一番大事にされることっていうのはウォーキングだったりもすると思うんですけども、やっぱりこう歩かれるでしょ、はい、いろんなこうレッスンもあると思うんですけども、例えばどういうレッスンがあるんですか、はい、ウォーキングのレッスンっていうのもあります。ウォーキングのレッスン、はい、うん、それはどういうことやるんですか。まずひかりさん、例えば、事務所にですね、うん、鏡張りの部屋があるんですけれども、そこで、うん、ウォーキングレッスン。もう例えばその鏡があったとしたら、例えばこうじゃあちょっと立っていただいて、はい、カメラが鏡だとしましょうよ。はい、鏡だとしましょうよ。そしたら鏡に向かって歩いて、歩いてポーズの細かなチェックなど、いつもやるポーズの、うん、あもっとこここうした方がいいなとか、はいはいはい、あとは歩き方を変えたり、うん、エレガントに歩いたりカジュアルに歩いたりして、うん、どんな服にも対応できるようにやるわけだ。はい、練習しますね。それはゆかさんも同じ。同じくです。うん、はい。二人が得意なポーズとかってあるんですか？この決めのポーズは私絶対負けませんわみたいな。やっぱりクール系は。クール系。はい。おお、ゆかさんのクール系のちょっとポーズの決めをちょっと見させてください。見てもらいましょう。ちょっとずっと前に。では機敏に。機敏に。はいはいはい。キュッて感じです。これ見えへんのが残念やな。俺ずっと背中しか見てないからこれ残念だよね。背中ばっくり開いてるからね、ゆかさんね、かっこいい。あ、かっこいいよな。かっこいい。なんだろうね、なんかそうなんだよ。二人とも要はね、かっこいいわけですよ。世の女性たちは皆さんのような人たちに憧れてたりとかすると思うんだよね、はい、僕も憧れるもんだって。本当ですか。今だって2人がこう立ってるところに横に並んだ瞬間にさ、僕が完全に負け組だったわけですよ。なんか、ね、いや一回2人をちょっとこう見下ろしてみたい。いいですか一度。はい、はい、ぜひスタッフじゃあ2人ちょっと来てもらって、はい、はい、来てもらって、はい、
あのあちょっと見下ろされてる感がある。ちょうどいい感じで、ね、ちょうどいい。だいぶ高い。だいぶ高いです。だいぶ高いです。どうぞ箱見てください。これで跡が出るんだから。これで跡が出るんだから。これいや、そんな2人ですけども、今日はいろんなね話も聞いてみたいと思います。ありがとう、何回もごめんなさいね。